スタート。よし。申し訳ない、前回ちょっと録画ミスで、まあ、10分15分ぐらいだったんだけど撮れてなくて、まあ、仕方ないでしょうみたいな、そんなまだ誰も見てない実況なんで、俺がレックスの、そこはもう気にせず行こうという感じです。泥棒スキンを手に入れて、で、その所長みたいな人を閉じ込めて、まあ、潜入というわけね、このアルバトロス監獄島の刑務所がってな感じです。そんな進んでないです、まだ。なあ、プロをかけサンドバッグとウェイトトレーニングの器具だと。なるほど、犯罪者がひ弱で簡単に逮捕できちゃ困るからな。俺には勝てん。やってやるよ、かかってきな。せいぜい悪ガキしな。逮捕しなくちゃいけないんだよ。レゴの裸だよ、あまりなかなか見れない。それで刑務所長の専用エレベーターにはうまく乗れたか。ああ、わお、レックスのローは俺の部屋よりいいな。そんなのは知らん、うん、とにかくそこに何があると思ったんだ。脱走した時彼は急いでいたはずだ。何か証拠を残してるかもしれない。レックスを捕まえられるといいな、チェイス。それと捕まえたらよろしく伝えてくれ。これ多分グラップルガンだよな。なかなかこの刑務所ってことで「ショーシャンクの空に」っていう映画のネタが結構あるみたいなんだけど、まあ、自分もその映画見たことあるんだけど、いかんせん見たのが4年前とかで、隠しボタンか、あまり内容を覚えてなくてですね、そのネタが結構いろいろ散りばめられてるんですけど、なかなか反応できないかもしれません。音楽を流したりっていうあのシーンがさっきあったんだけど、録画ミスしたところで、お、浮いてる。いろいろ言っていける場所は、これがネタだっていうのが分かれば拾っていこうと思います。また隠しボタンだ。なかなかこんなドアップで見れることないから見とこう。ジュークボックスか？それ自体が犯罪じゃないのか？よし、壊しておこう。レックスのやつ、音楽の趣味まで悪いんだな。どこまでも罪深いやつだ。これがレックスなんか、レックスフューリーのアジトか、アジトじゃねえ、なんで刑務所なのにこんな豪華なんだよって感じだな。
これで音楽をかけたことにより何かが変わったんじゃないかみたいな。違うのか。お、エレベーターに乗せてほしいな。あ、これか。ドラムセット。可愛い音出すな。これぞまさに叩き上げってやつか。それはちょっと違うぞ。ミニゲームなのかい。最後のボタンか。これミニゲームかと思った。うん、絵画の後ろに隠し扉か。実に。待て、このセリフはさっきも。これも多分ね、ショーシャンクのネタだったんだよ多分。いや、そう。最後ね、ラストで主人公が穴から抜け出すとこは覚えてるんだな。マケイン、刑務所長に呼び出されたぞ。やつに何と言われたかは秘密だが不愉快だ。おバカさんだってさ。レックスはこのハンマーで脱獄用の穴を掘ったらしい。ブルーベル鉱山のだ。よこせ、推理が必要であればこの私がやる。ああ。なるほど、これはハンマーだ。で、その出どころは？わかるわけないだろう。だが、とりあえずはブルーベル鉱山から当たってみるべきだろうな。あそこで、数ヶ月前に盗難があったんだ。直ちに向かいます、所長。まあ待て、マケイン。この件はハックルベリーに調査させる。鉱山には近づくな。命令だ。所長、新聞用に1枚いいですか。ああ、使われたのはこっちじゃないですか。目線お願いします。髪の毛のないやつ、ないやつがいた。フリープレイ、フリープレイってなんだ。レゴスタッド。チェイス。いや、エリー、何の用だい。フランクを見かけなかった。彼に手伝いを頼んでるの。いや、連絡はないな。ちょうどいい。ブルベル鉱山での盗難事件について知ってるか。もちろん、デュークおじさんが連れて行ってくれたわ。悪党たちが備品を大量に奪ったの。でも目撃者から話を聞く前にダンビーから捜査を外されたの。目撃者が。ええ、おかしな老人よ。確かクラレンス・フレッチャー。仲間はスティンキーと呼ぶそうよ。素敵ね。ありがとう、エリー。スティンキーならレックスの仲間を知ってるかもな。ついでにフランクも探してみるよ。ああ、それからチェリーツリーヒルズから電車に乗るといいわ。鉱山にずっと早く着けるから。電車ってのは路面電車じゃないの。また別の電車っぽいな。駅、これ駅でしょ。駅が14個ってことか、今のは。お、ゴールドブロック。何もしないのに手に入れちゃった。チェリーツリー、ツリー駅へ行こう。ちょっとマップを見よう。近いか。じゃあまあ駅の中はもうちょっと楽しみだな。外もだんだん夕焼けになってると。これはな、これは今作っちゃうと
後で足りなくなりそうだからやめとこう。なんで一日なの。車が欲しいな。いやそんな遠くねえな。ゲームパッドを見ましょう。見たんだが、あ、今ので剣を買ったらしい。おい、すぐどうやって飛び乗ったお前。客も自分だけだし。電車での移動土地を見れねえのか。とりあえず駅を破壊しとこう。また誰かが使ってくれるだろう。急に田舎っぽくなったな。お？これが鉱山か？ブルーなんとか鉱山。もうすでに名前を忘れた。せっかくなんで探索もしていきたいんだけどな。やっぱこのゲームオートセーブだからね、録画ミスした時に戻れないわけよ。それにセーブデータをコピーしておきたいんだけど、それもちょっとやり方が分かんないとか、スタートメニューのところでできなかったんでちょっと諦めちゃったんだけど、今後はなるべく録画できているか確認しながら実況していきたいもん。していこう。こんなところに。これはどうやって取る？これはどうせ1000ぐらいだろうな。やっぱ1000か。規則第4条第5項により入山許可を得ていない者は鉱山に立ち入り禁止とある。そうだ、立ち入りの許可がない者は立ち入り禁止だ。私の警備中は許さん。その警備も就業の笛が鳴ったら終わりだ。なんでわざわざ声に出して言ったんだ。このアングルなかなか見れないよ、普段は。割と避けてるな。ちょっと待ってくれ。抜けれなくなっちまった。あ、抜けれた。危ねえ。いけそうなんだけど、いけないな。見えない壁がある。奇跡にならせて書いてある。ハンドルが必要です。あ、奇跡ってこれじゃねえのか。違った。ハンドルか、これだな。やめろ、2回も食らうんじゃない。
にも出し抜かせ。おっと、修行時間だ。お、これは、お、1万だ。いいね。割と簡単な場所にあったな。アスレチックっぽさが。こっち行けるか。行けねえのか。高い場所にはロマンがあるからな。お、またゲット。これは線。誰だこれは。よく顔が見えない。ひげのおっさん。若干スターリンっぽい顔してんな。お、ここら辺結構あるな。でも1000か。スーパーレゴブロックは1000と1万だけか。5000とかないんかな。ここは今のところこれだけか。破壊できそうにもないしな。これ乗れる？お、ちょっと待ってくれ。ナイス。キャッチじゃねえ。変装もうちょっと集めてから来た方がいいかもしんないな。探索は